はい、皆様こんばんは。お酒の塾長です。今回もご覧いただきまして本当にありがとうございます。今回は特別編になります。世界五大ウイスキーの一つに数えられる日本のウイスキー、ジャパニーズウイスキーですね。その中でもサントリーが作るですね、山崎っていうシングルモードがね、非常にね、今も人気高いと思うんですけど、この山崎っていうのはですね、1923年にね、サントリーの前身、寿屋の創業者である鳥居信次郎が建設した山崎蒸留所の由来によるんですね。で、この山崎蒸留所っていうのはね、大阪府と京都府の県境、天王山のふもとにあるんですけど、住所は大阪なんですけど、日本国産で本格的ウイスキーのモルト蒸留所、初めてのモルト蒸留所っていうのがね、山崎蒸留所だったんですね。1923年着工、翌年に蒸留を開始というね、そういう山崎蒸留所なんですけど、その山崎蒸留所、いわゆる、寿屋鳥居信次郎がウイスキー事業に参入した、日本でね、本格的に作るっていうことに参入した背景っていうね、お話、すごい私好きな話なんですけど、それをね、ちょっと報告させていただこうと思うんですけど、そこで登場するのが、この、赤玉スイートワイン、昔の赤玉ポートワインですね。そして、こちらはですね、サントリーウイスキーホワイト、いわゆる国産第1号、本格的ウイスキー国産の、第1号であるサントリーウイスキーホワイト、いわゆる白札ですね。昔の白札。このね、2銘柄、プラスね、こちらは白なんですけど、この白っていうのはそのスイートワイン、赤玉ポートワインの白なんですけど、このね、3つをね、飲みながらね、話していきましょうっていうね、そういう回になっております。ではまずね、オープンして飲みながらやりましょうかね。まずこれですね。赤玉スイートワイン、赤玉ポートワインの、後継という存在でして、サントリーの前身の寿屋っていうのはですね、この赤玉ポートワインのおかげでですね、事業を発展することができたって言っても過言じゃない商品ですね。それの後継者、後継の、酒になるのが、こちらの赤玉スイートワインの、赤になります。そしてその妹的な存在は、これはまだね、最近って言ったらあれなんですけど、そこまで古くないんですけど、白ワインの方の赤玉ですね。そして本格的な、ウイスキー作り、国産初のウイスキーで作られた、山崎蒸留所で作られた、流れを引くサントリーウイスキーホワイト、昔の白札、それも、飲んでいきましょう。この2つはスイートワインですね。で、その山崎蒸留所っていうのはですね、1923年に着工したと申し上げたんですけど、それまではですね、寿屋っていうのはですね、いわゆる、今のサントリーはですね、鳥居信次郎、創業者鳥居信次郎は洋酒、洋酒を扱うね、主に洋酒を扱ってたお店だったんですね。で、各種扱ってたんですけど、その中でですね、自らが調合、処方組みをしたですね、この赤玉ポートワイン、これの前身ですね、赤玉ポートワインに非常に力を入れてたっていう背景があったんですね。で、その当時っていうのは、なんだろう、ワインっていうのはね、全然馴染みが日本人にはなかったんですね。当然ながら日本酒とか焼酎とかがメインだったと思うんですけど、で、それをですね、いわゆる明治時代になってから舶来の酒が入ってくるっていう背景があって、そしてですね、このワインっていうのもね、なんていうのかな、新しい販路になるんではないだろうかっていうことでね、洋酒の方をね、扱っておられて、さらにこの商品を作り上げたっていうことなんですね。で、この商品はね、鳥居信次郎の信仰のあったセレース商会って言ってね、スペインのね、お酒の会社があったんですけど、そこでですね、いわゆるスペインおよびポルトガルで中心な酒精強化ワイン、フォーティファイドワインでありました、ポートワイン、いわゆるこれはポルトガルのポルトですね。そのワインの影響もあって、こんなにね、なんだろう、魅力的なお酒があって、これは日本人にも受けていくんじゃないだろうかっていうね、そういうバックグラウンドもあってですね、この赤玉ポートワインっていうのを完成させたんですね。そしてね、大ヒットするんです。
もちろんね、この品質クオリティも良かったんですけど、あのトリンシンデルは宣伝がすごいね上手だったって言いますよね。言い方を変えると宣伝に非常に注力した、力を入れた、投資したっていう背景もありまして、こちらの赤玉ポートワインっていうのはですね、ものすごい大ヒットしたんですね。でそういう背景もありましてですね、事業がどんどん進んでですね、あとはですね、様々でね、別の事業および商品化もしていこうっていうことでですね、たくさんの商品を作ったっていう背景があるんですね。例えばですね、ウイスキー。ウイスキーって言ってもね、その山崎蒸留所ができる前のウイスキーっていうのはあれなんですよ。イミテーションウイスキーになりますので、イミテーション、いわゆる、なんだろう、似せて作るっていう意味なのかな。そういう感じのもので、アルコールに着色料とか甘味料とかね、そういうものを入れてブレンドしたような、イミテーションなウイスキー？ウイスキーに似たようなものっていうのはね、あったんですけど、そういうものを作ってた時代もあったんですね。例えば、ヘルメスウイスキーとか、初代トリスウイスキーとかですね。でそれもね、そこそこ売れたと思うんですけど、やはりそこであの、あれなんでしょうね、鳥居信次郎は感じたんでしょうね。やはりあの、日本のそういうイミテーションなウイスキーも、飲んでたと思う、飲んでるんですけど、それを、勉強するためにね、輸入されてくるスコッチ、本場スコットランドのスコッチウイスキーもね、各種飲んでたと思うんですけど、それと比べた結果、やはりですね、長年の樽熟成をしたモルト原酒、ウイスキー原酒がやっぱり必要になるんではないだろうかっていうふうにね、入実に思ったんじゃないだろうかっていう背景があるんですね。でそのような背景もあってですね、この赤玉ポートワインの販売はしつつですね、新たな事業に参画するその一つとしてですね、本格ウイスキー、本格モルト蒸留所の創設があったっていうね、そういう背景があった。そのね、縁の下の力持ちといいますか、財源になったのがこの赤玉ポートワイン、今の赤玉スイートワインだったんですね。そしてですね、1923年に山崎蒸留所ができるんですけど、いわゆる初代工場長、工場長は誰かって申し上げますとですね、あ、皆さんね、ご存知の方いらっしゃるかもしれませんけど、いわゆるマッサンですよね。日華ウイスキー創始者の竹鶴正隆。今ね、サントリーと日華ウイスキーっていうのがね、日本柱となってウイスキー事業、ジャパニーズウイスキーのね、領有っていう感じなんですけど、その一翼を担う日華ウイスキーの創業者、竹鶴正隆。まあ、現に創業したのはあれですね、大日本果汁ですけどね。日華ウイスキーの前身の大日本果汁なんですけど、竹鶴正隆がね、初代山崎蒸留所の工場長だったんですね。で、その鳥居信次郎及び竹鶴正隆の最強タッグによってですね、1924年から山崎蒸留所で蒸留が開始されて、その5年後、1929年に登場した、初めて出来上がったのが、こちらのサントリーウイスキー白札、今のホワイトっていうことなんですね。これが、その、最強タッグ、鳥居信次郎及び竹鶴正隆のね、タッグによって完成したっていうことなんですね。でね、17歳違うんですよ。鳥居信次郎と竹鶴正隆っていうのはですね。で、ものすごいね、莫大な投資が必要なウイスキー事業及び山崎蒸留所の建設に、関してですね、対して17歳も年下の竹鶴正隆に一任をしたっていうのはね、鳥居信次郎の大きい器量だったんですね。ただね、その1923年に、蒸留所を作り始めた時にですね、初めて鳥居信次郎と竹鶴正隆が出会ったっていうわけではないんですよね。昔から実は知り合いだったんですね。どういう知り合いだったかというとですね、またつながるんですけど、この赤玉ポートワイン、これがですね、鳥居信次郎と竹鶴正隆の、意図というのかな、縁をつないだ役割に実はなってたというね、背景があるんですね。どういうことかと申し上げますと、山崎蒸留所ができるね、数年前以上なんですけど、この赤玉スイートワインポートワインっていうのは非常にね、大ヒットしたんで、需要が多かったんですね。需要が多いのに対して供給、いわゆる生産量が追いつかないっていう状況があったんじゃないだろうかって私は推測してるんですけど、この赤玉スイートワインを、ポートワインをですね、ことぶきや、いわゆるサントリーの工場以外にアウトソーシング、外部委託ですね、いわゆる外注ですね、そういうことをね、実施してたね、形跡があるんですね、実績があるんですね。でそのね、アウトソーシング先、委託先はですね、例えば鳥居信次郎のレッジ暴行の先であった小西義助商店ですとか、まあこの小西義助商店で、
学んだこと、修行をすることによってですね、この小西儀助商店もスイートワイン扱ってましたので、あと洋酒もたくさん扱ってたから。ですので、独立した時、鳥新次郎が独立した時は、そういうね、洋酒とかスイートワインのね、に力を入れたっていう背景があるんですけど、まあ、非常にお世話になった先ですね。そこが逆にね、なんだろう、外部委託先になったり、そして他の、委託先、アウトソーシングの先としては、摂津酒造ですね。摂津酒造。重要な酒造ですね。酒造所。これは何かというと、竹鶴正隆が働いてた職場ですね。それが摂津酒造ですね。で、さらにですね、この摂津酒造はですね、竹鶴正隆、その時洋酒主任、洋酒担当の主任だったんですけど、その実力を見抜いておりましたので、ウイスキー作りを摂津酒造が始めたいっていうことで、スコットランドに留学してくれっていうね、ことを言ったのもね、摂津酒造だったんですね。そこでね、実は繋がってたんですよ。鳥居新次郎の赤玉ポートワインを作る外部委託先の一つが摂津酒造。そこの洋酒担当、実際に赤玉ポートワインを瓶詰めしてたのがですね、竹鶴正隆だったっていうことなんですね。で、そのね、竹鶴正隆の実力はどこでね、知ったかっていうお話なんですけど、あれなんですね、赤玉ポートワインおよびこれ以外にもね、たくさんのね、スイートワインが世の中に出てたんです。種類がたくさんあったんですけど、とても暑い夏の年があったんですけど、その時に店頭に並べられてた赤玉ポートワインを含む他のスイートワインたちがですね、瓶が破裂する、爆発する、まあ爆発するって言ったらちょっとあれですね、言い過ぎなんですけど、バーストする、破裂するっていうね、現象が見受けられた時があったんですね。それはなぜかというと、暑くなった夏ですので、高温、高い温度になりますんで、瓶内、ワインの中に含まれているようなイースト、いわゆる酵母ですね。酵母などの微生物がですね、温度が高くなることによって再発酵、いわゆる瓶内二次発酵することだったんですね。発酵っていうのはですね、いわゆるアルコール発酵っていうのは、アルコールと二酸化炭素、炭酸ですね、ガスを作り出すっていう原理があるので、そのガスに耐えきれずに爆発した、破裂したっていうね、そういうね、都市があったんです。しかしながら、摂津酒造、いわゆる竹鶴正隆が携わった赤玉ポートワインは、その夏でも一本もね、割れなかった、破裂しなかった、バーストしなかったっていうね、そういう事実があったんですね。これはですね、竹鶴正隆が非常に優秀で、微生物の管理とかですね、そのあたりの醸造の、ノウハウをですね、とてもね、深く知ってたっていうことによるっていうものなんですね。それをね、鳥居新次郎は知ってたんですね。で、実際ね、竹鶴正隆がスコットランド留学ですね、するときに、修行に出るときに、兵庫県の神戸の港から出港したんですけど、そこにもね、鳥居新次郎は見送りに来てるんですね。だから面識はあったんですね。ですので、竹鶴正隆のその醸造に対する、酒造りに対する知識および実績、そしてですね、日本人初のスコットランドのウイスキー、スコッチのね、ウイスキー作りのですね、修行をしたっていう人物、こういうね、なんだろう、華やかな実績といいますか、実力があったので、鳥居新次郎はね、44歳の時に、竹鶴正隆が27歳、17歳年下のですね、竹鶴正隆にですね、そのたくさんの資本がかかるウイスキー事業および山崎蒸留所ですね、の工場長を責任者としてね、抜擢したっていうことなんですね。まあ、いろいろ喋りましたけど、結局この2つ、赤玉ポートワインっていうのが、サントリーのウイスキー事業の屋台骨になりまして、で、サントリーのね、国産第1号、本格ウイスキーの国産第1号の白札につながったというね、そういうね、お話をさせていただきました。全然飲んでなかったね。飲みながら話すとか言って全然ね、飲んでなかったんですけど、せっかくなんで、このあれですよね、こっちのホワイトだけ最後飲んで終わりましょうかね。うん。非常に熟成果実系統もそうなんですけど、アルコールですね。アルコールの豊かな香りプラスですね、その気を感じるような、樹液を感じるような、そんな匂いがあるんですけど、どっちかというとシャープっていうか、あれですね、シンプルな感じですね。
複雑性があってものすごい力強いっていうことよりも、シンプルでスマートな香り、そういうウイスキーの香りですね。ストレートを口に含んでいきましょう。非常に苦味が豊かですね。甘く最初入ってくるんですけど、そのあたりにですね、ドライな感じのスマートでシャープでキレがあって、洗練されたリファインされた苦味が来るっていう味合いですね。で、ほんのりとね、蜂蜜のような雰囲気もありますね。やはりこの辺がですね、この、ホワイトサントリーウイスキーのうまさといいますか、バランスの良さなのかなっていうふうに思いますよね。はい、加水ですね。さあ、ここからせっかくなんで3つ飲んでいきましょう。まずは赤玉スイートワイン白ですね。失礼いたします。外観は、淡いグリーンがかったイエローですね。淡いグリーン。香りはですね、非常に熟成した果実、例えばですね、南国的な感じ、パイナップルとかマンゴーとか、あと桃、そしてですね、あれですわ、樽熟成した白ワインのような軽く焦がした木のような匂いもありますね。飲んでいきます。甘く入ってきてまろやかに広がっていきます。ふくよか、丸みを帯びたような脂質ですね。そしてですね、酸味の程よいね、魅力的なところがありまして、苦味、旨味がですね、バランスよく流れていくというのがこちらの赤玉スイートワイン白。では赤ワインの方はいかがでしょうかね。赤玉の赤ワイン、紫があったガーネットですね。非常に美しい色を呈します。香りはブドウジュースですわ。本当にね、ブドウの果汁を絞ったそのようなもうジュース系統の匂いですね。あとジャムのような感じもしますね。飲みます。甘み、そして酸味、メインはスイートワインなんで甘みなんですけど、あとはですね、ポリフェノール関係、タンニンですね、いわゆるブドウの皮のアントシアニンおよびですね、ブドウの種である、タンニン、まあ、あとはもちろんあれですね、ブドウの皮にもタンニン多少含まれてると思うんですけど、いわゆるポリフェノール関係ですね。その苦味、失礼しました、渋みです。渋い感じ、甘く入ってきて酸味も程よくあってですね、そして渋みを感じる。で、最終的には苦味とね、旨味のバランスがよく流れていくっていうような、そんな趣旨ですね。いや、さすがやなって感じしますね。そして最後はですね、あえて加水ですね。このサントリーウイスキーホワイトの加水を飲んで終わりにしましょう。ストレートの時とですね、似たような感じなんですけど、非常にまろやかな感じの、柔らかい、軽やかな香りになりましたね。で、やはりですね、アルコール感と、あとは、先ほど出たようなですね、蜂蜜感。でも、どっちかというと香りはね、スマートな方です。プンプン香るっていう方ではなくてですね、シンプルでスマートな感じがしまして。そしてですね、なんて言ったらいいんでしょうね、軽く焦がした木、および蜂蜜が合体して、さらにですね、濡れたアルコールのような香りがするっていう、そんな印象ですね。さっきね、一口前飲んだのが甘いっていう感じがあったんで、甘さはね、味覚として少し抑えられたんですけど、これ飲んでなかった、この二つ飲んでなかったらですね、やはりね、なんだろう、甘みが絶対ありますね。甘みがとろっと入ってですね、スイ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 飲めてしまうような脂質、なんて言うんだろう、樹液を薄めたような水を飲んでる、蜂蜜を薄めたような水を飲んでる、そんな印象ですね。ただアルコール感がやっぱり豊かです。アルコールのハツラツとしたようなですね、元気ハツラツ、パワフルな感じがしますのでですね、程よく寄っていく、しかし飲み飽きず次の、一杯を飲んでいきたいっていう、そういう脂質でしたね。いやー、まあ、山崎蒸留所のね、誕生する背景を語っていたら、それがつまみになってですね、この3つも美味しく頂戴することができました。
では今夜は山崎蒸留所の、誕生の背景となった銘柄赤玉ポートワイン、今のスイートワイン、そして国産初の、本格ウイスキーになったですねサントリーウイスキー白札、今のホワイト、この3本で乾杯。今回もご視聴いただきまして本当にありがとうございました。